願いします。ゆうき髪切ったね。髪切った。なんか一時期茶髪してたよね。あれよくないよね。よくないよね。お願いします。はい、背番号1番栗山聖です。背番号7番柴野良樹です。はい、ということでね。YouTuber。 いい写真たくさんありますよ。手始めにこれ何？見せて見せて。手始めにこれは何？いつの何？これは何やろ？歌うんかな、うん、これは後藤五郎さんが選ぶこの試合のマンオブザマッチに選んでもらって、うん、ハトスタで初めてお客さんの前でお話しした。お話しした。なんかこの時だけマイクパフォーマンスになっちゃったよね。あ、そうそうね。最初もう結構最初。これインテルダービーじゃん。めっちゃ最初。いや違う。違う。広北の時に後がなかった。多分いつもすぐ出なあかんけど、後がなくてゆっくりできたから。ガチめの話をすると、この写真は俺と亮輝が写ってる写真で。はいはいはい。これ。これ。一番。これ一番多分いい写真。これなんでこう写ったことになったの？おおかしいじゃないですか、ポジションで確かにね、うん、これ相手のゴールの方だと思うんですけど、ゴール前いい回しをするね。回しだな。なんでだろう。なんですか。これあれやんね、だって FCSC 戦の、ま、あ試合の写真、終わった後の写真で、勝たなあかん試合で結局 1-1 やったけど、最後コーナーキックがあって、俺も上がって相手の中に入ってったっていう時で、まあそれコーナー終わりで試合終了して 1-1 で終わったっていうシーンで、自力で昇格できる可能性が一回ここでなくなっちゃったんで、うん、結構うなだれてたらいじりが助けてくれたっていう。これには結構裏話があって、これの2試合前ぐらいに6つ裏に負けてるんですよね、うん、でその時4失点して2点目俺が裏のボールバンって出てって相手にパスしちゃってロングシュート決められて頭抱えちゃって、で結局まあ試合負けて、で次の週の水曜の練習の時に亮輝に、分かるけどやっぱキャプテンとか試合出てる立場としてああいう振る舞いって良くなかったんじゃないみたいなことを言ってもらって、おお確かにと思って、でまあ同じぐらいこうなんか絶望した瞬間やったけど、まあ頑張って気丈に振る舞おうと思って、結果このいい絵が撮れたという。めっちゃいい話。これめっちゃいい話や。これ気になるかも。これ多分あれやね、エブリサー戦昇格決定戦の前シーンやな多分。実際でもさ、当店ないとはさ考えてたものの、先に失点許しちゃって、まあちょっと難しくなるわけじゃん展開的には。いやでもなんかなんか他の試合とかは結構失点したら結構気にしてたんやけど、うわーああすればよかったとか、うんうん、結構思っちゃうタイプやってんけど、この時はマジで思う余裕もなくて、うんうん、いやもう どっちしても勝たなあかんねんからっていう感じでパッて忘れた感じかな。いやそれね、フィールドも一緒。もうマジで失点しても何にも焦りとかもしなかったし、うん、そうじゃなかったですか、うん、なんか全然いけるじゃんこれみたいな感じだった。なんか俺もいけるとかじゃないな、ハーフタイムの時もやれるじゃなくてやるんだよって言ったけど、もううまくやれへんけど、もうやるやるな、勝つじゃ、こうこうこうだから勝てるとかじゃなくて、うん、知らん勝つっていう感じだったから、別に失点しても全然関係なかったね。あとこれ余談やねんけど、俺がやれるじゃなくて、やれるじゃなくてやるんだよって言った後、ひじりカムに乗ってて思ってんけど、やれるじゃなくてやるんだよって言った後に行くぞって言って、バッて集まって、シュウヤがワン、ツー、スリー、その後にシュウヤがやれるぞって言う。いや、めちゃくちゃ面白い。ちょっとね、やるぞじゃなくてね、そうそう、チェックして、やるぞじゃなくて絶対チェックしようっていうのを全員で信じて、絶対やれるじゃなくてやるんだよ、オッケー、絶対勝つぞ、ドッ、おい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 、強く繋がるぞ、オッケー、いけるぞ絶対、やれるぞ、そうそう、行くぞ、やれるぞ、おもろいやん、それはおもろいわ。その時気づけなかったわ。そう、めちゃくちゃ後から見たらおもろい。ちょっと自分で、おー、これね、これ、何、横須賀シティだ、横須賀シティ、熱い、
この…ああこれはね、こいつすげえなって思ったね、俺はね。マジでかかったよね、うん、ちょうど岡本さんが映像を撮ってくれてて、うん、あったね、うん、いいシーンを SNS に載せてくれてるんで、皆さん見てみてください。これ、カネが俺よりもめっちゃ喜んでるのはまあすごい嬉しいんだけど、シュンダイが超シャンク、シュンダイが相手チームしてて、本人曰く安心感がすごかったと。こう自分に出番が回ってきて、ちょっとこうやんなきゃっていう責任感も芽生えてて、なかなか決まらなくて、あとカネ人のゴールの時喜びすぎて、金決めたんかってなる。ずっと視界に入ってたけど、これも大概この顔大概やばいと思うけどね。いいよ。ほんまに。これあれだな。平塚ね。平塚。これ俺敵ベストゲーム。あ本当？あ言い過ぎかもしれない。どっちや。でも結構嬉しかった記憶がある。これ高校の時。ベルマーレユースだったから、うん、ずっとバニューで練習してて、でなんか練習してたグラウンドでゴール決めるって、うん、ちょうどその関係者の人たちも見に来てくれてたから、嬉しいな、嬉しかったです、うん、なんかそういうさ誰かが見に来てる時結構勝負強いよな、うん、勝負強いかも。シティの時もだってさ、うん、横須賀シティの時も友達み友、うん、同僚みたいな人そうだね見に来てたよ、ね、職場の同期見に来てて、はいはい、すげえなと思って、うん、誰か見に来てください。決めれば。この素敵な写真がたくさん載っている鎌倉インテルフォトブックが1月23日まで予約販売受け付けております。受け付けております。オンラインのストアかなをご覧ください。こちらまでよろしくお願いします。出ないの？出ないか。出ないんだ。